ごきげんよう、劇団小林新太の店です。お疲れ様です。邪道で自由なノート術&手帳術です。ふと気づいたんですけど、ノート好きなんですよ、私ね。で、人のノート見るの大好きで、YouTube 見てて。で、どうも、ノートの書き方系の動画ってのもあるんだけど、意外とこのタイトルないなと思ったんですよ。これをやります。今日は。今日のタイトルはこれです。可愛くないノート手帳の作り方です。可愛い手帳の作り方、可愛いノートの作り方、可愛いデコの仕方、これたくさんある。まあ、とにかくさ、世の中にはノート書くことは前提、手帳書くことは前提、続けれることは前提っていう人向けの動画が多いんだよ。こうやったら可愛くなりますよ、このインクめっちゃ良かったですよ、このスタンプをこういう風に押すとか、あとそういうコツまで教えてくれてる動画とかもある。そういう動画はめっちゃあるんだけれども、そもそもだよ、ノートとか手帳とかって可愛い必要ってあったっけかって思ったわけですよ。もともと私はそういうデコとか絵とかが描けないっていうキャラクターでやったじゃん。で、そういうんで、あ、え、ミセ君のあの描き方でも、あ、確かにいいな、あ、あれでいいんやっていう方はすごくコメントいただくし、そういうんで勇気をもらったみたいな言葉も、まあ、メールだったりダイレクトメールもあるし、コメントでもすごいいただく、うん、だそういう人向けに確かに動画を作ってきた。だけどこれってなんとなくじゃん、僕のノート術こうなんですみたいな感じで出して、あ、そうなんだってみんなが理解してくれて、あ、店のやり方いいじゃんってやってくれてたのよ。で、工藤さんもそっから手帳とかノートの動画を出すようになったけど、工藤さんとかさ、絵も描けるじゃない、デザインとかもまあやってるしさ、編集とかもセンスあるんだから、なんか ベコベコにさ、もう可愛いも可愛いんだがってさ、やってくれるかなと思ったんよ。いざノート開いてみたらさ、めちゃくちゃ武骨なノート書いてんじゃん、うん、可愛くねえ、申し訳ねえけど可愛くねえわ。当たり前さんぐらい可愛くやれないこともないんだろ。いや、あれは本当にセンス、あれは天性じゃん。で、あとだからそれを気づいたんだけど、ああいう動画見るんだよ本当に。あの、なんていうの、茶化して見るんじゃなくて見ちゃうんだよ。見てて思ったんだけど、やっぱどっかにさ、参考になるわよりも憧れとかない。あ、そうですね。だからそこで私たちは確かにニッチなんだよ。可愛くないノートしかやってないから。じゃあもうここで腹くくってだ、我々はもうそういうノート術でやっぱ皆さんに知ってもらったとこもあるから、一回言語化しようかなと。私が心がけてるノート手帳、こうやって書いたら可愛くないノートだけど様になるよみたいな、そういうコツを喋っていこうと思う。今日はイマルミンの方とちょいちょい会うじゃない、もう月1ぐらいで会うんだよ、県外の方が来てくれてね。で、ノートを見てくれる、見せてくれる、うん、で、その時にこうなんですけどって、僕めっちゃいいじゃないですかっていう、それはお世辞じゃない、本当に僕人のノート見るの好きだから。こうやってもう見せ合う文化をね、どんどん広めていきたいんですよ。絵とかそういうの可愛くないけど私こうやって描いてますを見せ合って楽しいみたいな。で、可愛くなかったりデコってないノートで人に見せてよ、人がおおすごいねって思うようないいノート、あえてここはちょっと可愛いを使わずにエモいを使わせてもらう。エモいノートを作る。2種類あんのよ、見せてくれるノートで。めっちゃ可愛いとか、めっちゃすごい、みっちり書いてる、続けてますねとか、すっごいですねこれ、これどうやって書いてるんですかとか、そっち系ノートと、だから我々みたいないわゆる本当にもう必要なことしか書いてない武骨なノートをね、見せてくれるときに、いやごめん、私もマジで何もデコってないんだけどごめんなさいって申し訳なさそうに見せんじゃん。あれは良くないと思ってんのよ。なんで引き目感じんのと思って。鹿が強くないって引き目に感じるだろうかと、クマがパンダみたいに可愛くないって引き目を感じるだろうかと、自分が生きてきた生き様を動物は、いや僕こうだからって見せるじゃない。なんでノートはデコったり可愛くしたり綺麗な字で書いてないと見せちゃいけないって思っちゃうんだろうね、申し訳なさを感じちゃうんだろうねと思うわけ。そんなことないだろう、人のノート何でもいいじゃん、すっげえいいでしょ。なんならここでここの書き方挫折して今こうやって書いてるんですって、それ見るだけでもめっちゃ良くない。見る側はそれ分かってるのに、自分がいざ見せるときはなんか、いや本当はデコってないんだよ本当、いやこんな見せて喜ぶのかなとかってなんか下げて見せることない。だから俺が思ってんのはこういうことよ、可愛くないけど綺麗じゃないけど美しくないけど承認欲求を満たせるようなノートを作る、ここを考えればなんか新しい文化が作れるんじゃないかなって思ったわけよ。まず大前提で、いわゆるエモいノートを作るときにはやっぱ勝負するのは2つ、とにかく分厚さ、量、ページ数、これはさすごくない？やっぱ山ってなんでさあんなにすごいんだろうな、でかいからだと思うんだよ。スカイツリーを見たとき、アベノハルカスを見たとき、やっぱ何を思うって、この H だとかその大きさ、これにもうやっぱ畏怖の念を感じるわけじゃない。つまりノート、僕これ続けてるんですとか、このノートこんだけ書いてきましたみたいな分厚さ、これはものすごく価値があると思うんだよね。
可愛くないノートの時にはこの分厚さっていうのはやっぱエモポイントの一つだと思うんだよ。もう一つヨレヨレさ、ノートのさ断面じゃないね、横の面、側面ちょっと分厚くなるぐらいこう書いてさ、ヨレヨレになってる感じとか、あの波打ってる感じ、あれエモくないね。いや僕こんなんなんだけどってポケットから出す時にもうちょっとこうボロッとしてる感じとか、手にフィットしてんだろうな、もうその反りがみたいなぐらいになったノートってエモいじゃん。なんかそれが、いやなんかこう折り目とかあの傷とかって、いやそっちの良さはわかるけど、エモエモっとなったものってあるじゃん。だから SNS でいやー一冊使い切りましたって言ってめっちゃ書いた断面の写真をアップしてみよう、めっちゃいいね来ますよ。なぜならば皆さんと同じところにエモさを感じる人がたくさんいるからです。イマルミンのハッシュタグならちょいちょい見る、うん、やっぱ同じ属性が集まるんだろうな、やっぱあるのでだけどなかなかインスタグラムで文房具とかでハッシュタグかけてみても、そっちにパラメータ振ってる人あんま SNS で見せてくれないんだよ。あれゾクゾクくんじゃん、あれ出して俺超好きだからすぐいいねつけに行くから、まあ、あの見つけやすいのにハッシュタグ今に見つけてくれると嬉しいですけどね。とにかく勝負するところはそこです。分厚さとヨレヨレさ、これを効率的に出していけば可愛くない手帳、可愛くないノートは作れると思うんだよ。じゃあこれのコツをここから説明していくって話だな。1つ目、1ページに1テーマだけ書きましょう。1単元とかそういうんじゃない、1テーマだけ。例えば、そうだな、まあ俺とかだったらお給の壺のメモをしてんのね。その時に僕が使ってるお給の壺一覧って書くんではなくて、そこにはもうここの合谷だけ書くとか、そういうこと。ちなみにノートのサイズって何をイメージしてるんですか？自由にしてください。どんなノートでもそうしてくれって話。 A4 でもそうだし A7 でもそう。これがものすごく後でエモいノートになりますっていうのが1点だな。で2つ目、色は2色までにしましょう。これです。7色の変化球、これはダメですよ。可愛くなっちゃうから。で可愛くなったら比べられちゃうから、この可愛くないノートを目指すんであれば基本1本ペンは、でもう一つ例えば赤ペンでもいいし、あと蛍光ペンみたいなマーカーでもいい、どっちでもいい。つまり自分が見返した時、相手に見せる時にここが目立ったらいいのにってところだけ色を変える、そういう戦略を取ってほしいって話。これは簡単にエモくなります。イメージとしてはノートって平面2次元の世界の話なんだけど、もし 3D があった場合、目立たせたいところを近くしたいじゃん、前に持ってきたもんね、うん、先に見させたいところは。で、こういう前後の距離を作りたいよね。だから色を変えることによって目立った字はこう前に出てるってイメージだな。マーカーを押したところが前に出るイメージだから、このノートがあって次見返すときに、人に見せるときにどこが先に目のに情報入ってほしいだろうところを色を変える、そういうイメージってことはだ、2色の方がいいな。3色にしたらここに段差が来るだろう。そしたらやっぱ高低差できないからって良くないじゃん。つまり2色じゃなくてたくさんの種類にしちゃうと、どれが大事かっていうのがブレちゃうんだよね。2色にすることによって普段書いてる字も、逆に言ったら赤以外、蛍光ペンが引かれてるもの以外っていう風に見えるから、そっちも字が行くだろうし、時間がない時は蛍光ペンのところだけ目が行く、それが理想だって、こういう話ですよ。だから2色にした方がいい、エモくするなら。で3つ目、何回も見直して書き足していきましょう。これがヨレヨレにするコツです。たくさん使ってるノートかっこいいじゃん。ってことは物理的にたくさん見返しかないんだよね。自分が書いたノート、普通だよ、凡庸だよ、申し訳ない、俺が書いたノートもそうだよ。俺なんかもう台本色ないよ。だけど何回も見直し、このノートは火曜日工藤さんが来るたびに使ってる、だからヨレヨレっとしていく。僕はこれかっこいいと思ってるから動画で出してるし SNS で出してます。皆さんも超かっこいいノート作ってると思うんですけど、超かっこよくなるための一つのコツとして、やっぱりたくさん見返したノート、たくさん開いたノートはヨレヨレっとして分厚くなってかっこいいですよ。だから見返していきましょう。そして書き足していく。例えば嫌なことがあったんだっていう日記に書いたとする。そこに、いやそれを乗り越えた自分がいたとするじゃん。乗り越えてそれを見返したらさ、乗り越えたぜって赤ペンで書いてやったらクソかっこよくない？自分が成長したせいで、成長する前の自分になんか声をかけてあげる、超かっこよくない？で、この見返すってことや書き足すってことを考えた時に、一つ目に言った一テーマ一ページにした方がいいよってのが生きてくるんだよ。なんで？書き足す余白が大事なんですよ。ルーティーンでやってる時にも埋まらなくても1ページしっかり使うっていうコードが大事なわけよ。その規則性は後から見返したらめちゃくちゃエモく感じるんですよ。で、人に見せる時とかに、いやこういう感じで書いててこことか隙間ありますよね、この隙間は真っ白に綺麗にデコったって作れないエモさがあるんです。これわかるかな？新品のノートにある余白じゃないんだよ。
たくさんのことを決まりに従って自分で続けていった時にできた余白っていうのはデコっても作れない余白ができるんですよ。だからノートって埋めないといけない、かっこよくないといけない、正しくないといけない、成長しないといけないと思うかもしれないけど、あの基本的に過去形ですから、ノートって記録なんで。だから終わった後、そういえばこうだったなって思った時にエモさが出るんで、ルーティンでそれを決めたら、そのページがいくら余白があってもそこは真っ白にしといた方が後々エモくなるし、分厚くなるし、後から書き足すチャンスができるんですよ。例えば最近使い終わったの、もう YouTube のノートだね、日と書いてんだろ、こことかは、うん、ね、だけどもう全然これタイトルだけだよね。ほら、これもうムラがあるんだよね、うん、書くことに。こことかすげえ書いてんな、あもうこんなんとかこんなんだよ、あこれとかタイトルだけだとか、こういう風にムラがあることも季節巡って時間が経てばエモくなるわけだから、もっと自信を持ってほしいんだよなって思ったの。なんかノートって可愛いのはそれはいいね、来るよ、100とかいくよ、1000とかいくよ、すげえ。でもできなかったって、こういうのが好きな人も山ほどいるんですよ。で、それはテレビだったらそうはいかなかったよね。男性のイケメンって言ったらこうだよね。で、テレビにたくさん出たらこれがイケメンなのかって思ってた時代はあったけど、今そうじゃないじゃない。ネットとか自分の好きなものをどん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 ディグ、掘り返すことができるわけですよ。そんな時代にノート一つ取ったって可愛くなくたってさ、いいじゃん自慢したって。僕はこう思うわけです。このねチャンネルがねいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、 SNS の拡散をよろしくお願いします。ハッシュタグいまるみ何回も出てきたと思うんですけど、ぜひ SNS に覗いてみてください。どんどんとね、投稿してくれる人が増えてて、僕はすごく参考になってるし、最近はこれお前知らないんだろ、教えてやるよってダイレクトメールにも来るようになりました。番組の企画にめちゃくちゃ助かっております。ぜひそこら辺もよろしくお願いします。とにかくいろんな形で私たちを応援してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。おしまい。もう綿嫁さんがさ、もう本当にもう営業妨害なんだがっていうぐらい、工藤さんがめっちゃ可愛いね、あの動画を作って、もう綿嫁さんのお客さんを全部こっちに持ってくるみたいなねことやってくれるのかなと思ったわけ。とりあえず綿嫁さんに謝って。謝ってない、綿嫁さんの動画を俺これから毎日見るよ別にいいだろそれで。こういう仲なんだよ綿嫁さんと。一方的な こういう仲なんだが、こういう仲なんだが、いいですね、こういう仲なんだが、マジで本当に渡嫁さんの口癖、何動画で使ってるあの面白フレーズ本当にパクってるもん。パクリパクリ。最近のさ、あの悩ましいのことマジ悩まなん、マジ悩まですねっていうの、あれ本当面白くてねああいうの本当思いつきたい悩ま、まあ確かにそれ悩まなんだけど、俺みたいに絵が描けない、あ俺は絵が描けるんだけどね、僕とは違って絵が描けない方々はそっちで勝負していこうって話なんだよね。まあ僕はもう こんな絵とかこんな絵とかこんな絵が、まあいろんな作品発表していくけど、あめんどくさいやつや、描けない人いるじゃん。そういう人は僕みたいにこういう絵がない人はそんなにあるレパートリーあの足りんかったら描いて送ってあげるああっていう感じでね、あの